インテリアコーディネーターのまこです。今回はスピーチスキルに関しての話をしていきたいと思います。コーディネーターは営業や交渉、クライアントとのやり取りなどスピーチスキルは意外と必要とされます。またセミナースピーカーやメディア出演などより多くの人に伝えるには高度なスキルも必要です。ということで、私がスピーチスキルを取得していくきっかけ、私が考えるスピーチの重要性、スピーチスキルは仕事上こんなシーンで役に立つ、スピーチスキルの基本編教えます。このような内容でこれからお話ししていきます。私がスピーチスキルを取得したきっかけ、まこさんって見た目はきちんとしているけど話した途端に天然っぽいよねって言われることが多々ありました。年々自分が年を重ねていく中、天然っぽい話し方はかっこよくない、恥ずかしいなっていう思いでいっぱいでした。私はもともと人前で話をするのが苦手なタイプです。学生時代の授業の時とかも挙手などは、積極的に行わないタイプでした。できれば地味でいたくて、間違っても自分が注目されるようなことはないようにと思っていました。そんな気持ちに反し、メディア露出が増えていき、またセミナーで教える機会も増えていきました。そのため自分でもいろんな方のスピーチのセミナーに参加して方法を学んでみたのですが、この人から徹底的に学びたいという講師の方は少なかったです。特にインテリア業界の方ではほとんどいなかったです。いくらインテリアの知識があったとしても、きちんと伝える力がなければ伝わらないと感じ、また伝え側の工夫をすれば話の理解度や興味も変わると思い、スピーチの勉強をこれまでしてきました。私が考えるスピーチの重要性、伝えたい言葉を相手の欲しい言葉で伝えるなど、質の高いコミュニケーション力がつきます。そのため共感、信頼を得ることができます。また話し方の見た目、声の魅力などを高めるなど、表現力を身につけることができます。雰囲気も魅力的になります。仕事上こんなシーンで役に立ちます。相手に分かりやすい、しっかりとした自己紹介ができます。例えば自分が何屋さん、何者なのかを明確に伝えられます。営業の交渉やリスク回避として活用できます。言葉を味方につけ、曖昧な言葉から脱却できます。そのため他人と比べない自分作りが可能です。また声の使い分けができます。例えばプライベート時の声の質とビジネスシーンでの声の質の使い分けができます。過去スピーチが役立った事例はこちらです。過去多くのセミナーやテレビ出演時に役立ちました。セミナーの具体例で言えば、ビッグサイトでのセミナー、積水ハウスでのセミナー、日本政策金融公庫でのセミナーなどです。スピーチスキルの重要性はお分かりになりましたか？それではこれから具体的にどうしたらスピーチスキルが取得できるか、引き続き話していきたいと思います。よく聞いて実践して学びを深めてくださいね。それではスピーチスキルの基本編教えます。自分の癖を知る方法、自己紹介動画を作ってみて繰り返し見て自分の癖を知りましょう。私はセミナー前には必ず話す内容を動画で撮ります。で、撮った動画の内容を見て時間配分や、あとはきちんと話ができているところがあるのかないのか、そういう内容のチェックも行います。その時にやはり自分の癖が出てきてしまいます。私の場合、話し方の癖以外にも、例えば動画を撮ってみて改めて分かった、体が動いてしまう、顔が動いてしまう、そのような癖が発見できます。間の取り方、セミナーで話をするときや話す内容で間の取り方っていうのは変わってきます。
例えば相手側に考えさせたい時は長めに間を取ったり、逆にこちらがもう少し強調したい部分を伝えたい時には間を短くして話を続けて補足事項を伝えたりします。句読点以外にも間の取り方は重要になってきます。間の取り方次第で相手に余計な混乱を招くこともあります。ぜひ会話に合った間の取り方を調整してみてください。